った千葉を逆転バリアフルレストラン。二足歩行の方々、はい、通常介助の方がいないと、はい、やっぱりレストランに入っていただくことができないんですけれども、ここは車椅子を利用する人が多数派のレストラン。健常者が入店すると懸念な態度で接客されます。バリアフルレストランは健常者にマイノリティとして実際にバリアを体験してもらい、障害と社会の在り方について考えてもらうための体験型のイベントです。店の天井の高さは170センチ、車椅子の人には十分な高さですが、健常者は腰をかがめて入店しなければなりません。椅子を置いていないため健常者は中腰で立ったまま食事。店員も他の客も車椅子利用者、お腰の方は大丈夫ですか？またちょっと痛いし、大丈夫です。好奇の目で見られます。ぶつけてしまうといけないので、はい、ちょっとこちらへ。ヘルメットの貸し出しは健常者に対するバリアフリー。車椅子が動きやすいよう床はツルツル、ユッフェ用のお皿も低い位置に置かれていて、車椅子利用者には便利な一方、健常者にはバリアを感じやすい設計になっています。この世の中は多数派の偏りある世の中なんですね。少数派と多数派を逆転するっていう発想ですね。店の奥から聞こえてきたのはスタッフ同士のこんなやり取り。中島さん、なんでぼーっとしてるんですか？二足歩行の人が来たら丁寧に接しないとダメなんだから。本当は受け入れたくないよ、だって売り上げ下がるもん。車椅子の利用者が実際に体験した出来事を演出として取り入れています。体験した人は、私はたまたま多数派であって当たり前に生活をしていたので、多数派に偏った社会なんだって気づける視点を持てた。障害はどこにあるのか、共生社会って何だろうっていう考え続けることが大事なのかなと思っています。